大きく育った緑鮮やかなブロッコリー。ミラトリ町にあるブロッコリー畑では収穫が最盛期を迎えています。作業をする人を見てみると、その多くは若者たちです。お二人はどちらから来られてるんですか？僕は東京。同じく東京。こう見えても実は皆さん旅行中です。農業のお手伝いをしながら旅をするおてつ旅を楽しんでいました。おてつ旅とは、人手不足に悩む農家やホテルなどと旅行者をつなぐマッチングサービスで、交通費は自費ですが、お手伝いで収入を得ることもできる新しい旅の形です。日本全体人が減っていくっていうもう事実は止められない部分があるかと思ってますので、そこには住んではいないんですけれども、時々手伝いに来てくれたり、地域間でですね、支え合っていけるような未来を作っていきたいなっていうふうに思ってます。東京の大学生、間宮瀬奈さん。今回初めておてつ旅を利用しました。今日朝5時からだったから。あ、そうそうそう、朝5時からだったんで、昨日、今日3時起きです。頑張りました、3時起き。きつかった。そう、ただ旅行じゃなくて、せっかくだったら長期で行きたいし、人との関わりがすごく好きだから、だからそれ目当てで来たところが大きいです。一方、こちらは大阪から参加した浦田智明さん。普段はシステムエンジニアとして働いています。会社は夏休みで来てるんですけども、うん、なんで会社の夏休みなら働きに行くのみたいな感じ、上司に言われた。まあでも、いろんな人との出会いがあって、いろんな人との考え方に触れて結構面白いです。お昼休みは事業者とみんな一緒に昼食です。都会の日常とは異なる出会いや触れ合いも魅力の一つ。もちろん受け入れ先にとっても若者たちは貴重な存在です。この農業法人では、使われていない農地を活用し畑を拡大する計画ですが、高齢化で人手不足が課題でした。まあ、2週間から1ヶ月とか募集をかけたら、もう人が結構応募してくれるので助かってますね。宿泊先は受け入れ先が用意した寮で、食事は自炊です。ローストビーフを作るのは大阪から参加の浦田さん。この日がおてつ旅最終日でした。まあ、せっかく今日最後なんで、はい、最後にちょっとみんなにちょっと美味しいものを振る舞いたいなっていうことで、はい、作りました。うまい、うん。一方、女子寮でも東京の大学生、間宮さんが他の参加者と食卓を囲んでいました。おいしい、めちゃめちゃおいしい。で、今日うちらが取ったやつですね。おいしいですか？おいしい。大学では去年までオンライン授業が多かったという間宮さん。おてつ旅を通じて、コロナ禍で減った人とのつながりの大切さを感じています。なんかおてつ旅はやることとか、なんか仕事として来ているのの制約とかはもちろんあるんですけど、なんかそれを一緒にできる仲間がいるとか、そこで出会える人たちがなんかこんなにたくさんいるし、普通の旅じゃなくておてつ旅選んでよかったなって心の底から思います。若者と人手不足の地方をつなぐ新しい旅の形、おてつ旅。地域を支える大きな力となりそうです。